おはようございます。よしです。早朝の大仙公園を散歩してます。むっちゃ花咲いてますね。礼拝堂の説明。天気はね、ほんと昨日土砂降りやったんで なんかめっちゃ曇ってますけど、空気すごい綺麗で最高です。やっぱ早朝はおじいちゃんおばあちゃんがすごい多いです。地面がすごい濡れてます。よいしょ。いや、大仙公園もやっぱり広いな。おじいちゃんおばあちゃんが体操してます。コンクリートの上よりね、こう草の上を歩きたくなるんですよね。でもやっぱり早朝は空気が澄んでていいですよね、本当。お昼のポカポカの時に歩くのもいいですけどね、早朝のこの澄んだ空気の中歩くのも良きです。学校のチャイムが鳴ってる。バーベキュー利用禁止のお知らせ。まだバーベキューは無理でしょうね。めっちゃ鳥がないと。大仙公園日本庭園。広い。いやでも本当歩くのにはね、これだけ広い公園を持ってこいですよね。少し森の中突入します。お、すごい。匂いが完全に森や。ちょっと暗いな。
自然の中散歩です。はあ、森林浴。よし、向こう行こう。上はこんな感じです。じゃじゃん。まあ、森の景色ですよね。でも大きい公園やっぱりいいですよね。こう簡単にこう気分転換ができる。ひたすら森の中をとことこ歩いてます。もう映える要素のないただの公園お散歩です。あ、ちょっと明るすぎるな。もうちょっとよし、明るすぎや。もう画面見ずにボケーと歩いてました。画面見たら明るすぎやないかって。少し開けた場所に出てきたぞ。お、なんか鳥がいる。なんやろ。野鳥ですね。野鳥ですねってなんやねんって話ですけどね。それが何なのか言えってあれなんですけど、全然わからないんで、スルーです。雨降ってなんか地面が柔らかくなってるせいか、なんか歩いてて気持ちいいです。なんかグニョングニョンって靴の裏に感触伝わってきて気持ちいいです。お、なんかある。大仙パーク、こんなんある。よし、抜けました。美神戸みたいな感じのやつですね。大仙ってなってます。しょ少しだけズーミングします。大仙、いや広いな。でも午後からはすごい晴れそうですね。ちょっと暑くなってきました。ご視聴ありがとうございました。